姪、旦那の姉の子が万引きした。姪の両親、共働きに連絡が取れず、義両親から頼まれて、とりあえず駆けつけると、姪はだんまり。お店には、自分は、親戚のもので母親ではないことを言い、話し合って事情を分かってもらった。改めて、両親が謝罪に来ると言うことにしてもらえた。帰り道二人になってから、姪が、なんでおばさんが来たの？と怒り出した。どちらも、仕事で連絡が取れなかったと説明すると、なんで謝ったり弁償したりしなかったのかと怒ってきたから、それは、あなたのご両親がすることだし、私はあなたの親じゃない。私が、謝罪や弁償をするのは、うちの子が何かした時だけ、と答えると、泣き出した。私は、はじめ義実家に同居して、義両親の介護や自営の手伝いをしてたんだけど、義氏が、里帰り出産の時に、前世は丸投げされて、旦那と離婚騒ぎになり、今は同居解消してる。義氏は、姪を保育園に預けていたんだけど、病気の時や、休日出勤の時に、早朝ピンポン鳴らして、玄関に、姪を置き去りによくしてた。猛スピードで走り去る車見送りながら、どうすることもできなくて、姪を預かってたけど、ある日自分の子に、姪の病気が感染して以来、預かりはしなくなった。姪は私に懐いていたから、助けて、サマーキャンプに行かされる。複数のサマーキャンプを組み合わせて、夏休みはほとんど家から追い出されてた。病気なの、一人ぼっちで怖いよ。通院もシッターに付き添わせて、その後は、一人で家に寝かされてた。と助けを求めてきたけど、その度に良い子にして、ママの言うこと聞くようにたしなめてた。でも、それじゃダメなのかも、と、その時気づいた。姪は、たくさんお小遣いもらってるのに、欲しいとは思えないようなものを万引きした。きっと誰かに心配して欲しかったんだろうと思う。自分のために、誰かが、両親がかな？必死になる姿が見たかったんだろうと思う。以下人出なし注意。姪はいつもいい子にしてた。難関私立も一生懸命勉強して、放課後ぎっちり埋まった習い事も頑張ってた。どんなにいい子にしても、義兄と義姉が姪が望む愛情をかけてやることはこの先ないと思う。なのに、いい子になんて無責任なこと言い続けていいのか。義兄も義姉も、子供より仕事してる自分の方が大事な人たち。片方の収入だけでも十分裕福に暮らせるんだから、仕事は生活のためや子供のためじゃない。期待しては裏切られ傷つく姪に綺麗事でたしなめるのは有害なんじゃないかと思った。だから言ってしまった。姪ちゃん昔、お父さんもお母さんも私より仕事が大事なんだと言ってたね。そんなこと言ってはダメって、あの時答えたけど、本当はその通りなんだよ。お父さんもお母さんも仕事してる自分が大好きな人たちなの。姪ちゃんのことは、仕事してる自分の邪魔にならないように、いつも誰かに預けることばかり考えてるよ。だから、愛を求めても、決して親からはもらえないよ。姪ちゃんは今不幸なんでしょ？でも、親にこっちを見てほしいって思っていたら、もっと不幸になると思う。姪ちゃんの親は、お金は出すけど、姪ちゃんのために時間は使わないよ。その時間でお金を稼いで、もっといい車やカバンを買うよ。自分のために。姪ちゃんは、愛されたいと願うより、誰かを愛する生き方をする方がいいよ。ペットでもいい、大きくなったら、好きな人もできると思う。子供も生まれると思う。その人たちを愛せばいい。きっと、その分の愛情が返ってくるから。姪は号泣。感情的になって手に負えなかったけど、車に乗せて家に連れて帰り、数日預かった。しばらく部屋にこもって、ご飯も食べず、学校にも行かなかった。姪の親は、一回も迎えに来なかった。万引きの処理は、人をやってさせたそうだ。ある日姪が、自分で部屋から出てきて、みんなと一緒にご飯を食べた。うちの子は両方男だから、片付けなんか手伝いもしないけど、姪は手伝ってくれて、明日からお手伝いもしたいと言った。家庭科って授業があるんだよ。でも、うちは家族はいるけど、家庭はないから笑えると、お皿洗いながら泣いてた。
今メイは週末はうち、平日は自宅で一人で過ごしてる。私は鬼だと思う。でも、メイのために鬼になれるのは、この世に私しかいないと思って言った。万引きの次、リスカとか薬やるんじゃないかと怖くて。でも、私のやったことは許されることじゃないから、時々叫び出したい気持ちになる。